こんにちは。こんにちは。今日は、ギースケ、基本中の基本やってるの忘れた。野球の基本は何だ。寝ることじゃないですか。寝ること。体を大きくしなきゃ、こんなの。そうです。基本は何だ。キャッチボールですよ。いや、キャッチボールの心は何だ。腰から相手の胸になる。子供か。僕もそう思ってました。胸元に投げる。お前は子供なのか。あの、野球でさ、一番大事なのはさ、実戦から離れて、まあ、例えば歌手。もうとにかくこうやってダラーっと本のキャッチボールするやついるやん。だけどやっぱこうしっかり胸に投げるとか、例えば左足の前でと、あれかっけ、左足を取ると同時に左足が前に出る。でステップを相手の方向にこの面を向ける。で投げる。リズムからできてるじゃん、野球って。そのリズムを絶やさない。だからボールを取るポコンって何？正面。教えたらね、その正面はどこかっていう。左足の前。そう、左足の前。なんでかっていうと、左手が出てるから、だから、キャッチボールの時は左足の前で取って、ステップを踏んで、これ大事なことだよ。体の正面で手を離す。こうやってずれると、もうバランスが崩れてるから。そのバランスをいかに取るために、キャッチボールやる。左足、はい、どこで取る？フライでも、はい、左手が伸びたところです。これを下にしたら左かかってんところです。全部つながってるから。それをキャッチボールとして。一斉に備えて、ゆっくりでもいいから、そのリズムを絶対止めないという。熱い。なんで被ってるのかなと思ってました。フードはもう外していいんじゃないかなと思ってましたけど。いやお前、フード外してマスクやったら間抜けだぞ。まあ、間抜けっすね。本当間抜けっすね。お前が言うな、バカ野郎。いやだからそういうリズムを途切れないようにする。左足の前で取ったら正面で離す、はい、そしたらバランスがいいから。全てバランスが崩れた時からミスが起きる。ちょっとやってみる、はい、リズムを崩す、はい、止まった。まああのね、取ったらちょっとクロスオーバーで出てくる。体重移動、はい、取った時に右足に体重を乗せて、はい、その体重を移動させながら投げる。そしたら力いらない。だからしっかり右足に乗せろ。短くても。短い子いっぱいいますよ。いや短くてもって距離がね。お前何悲観的になってる。誰よ、お前3等身が。そうそうそう、 OK。まあ、そういうことを意識しながらやるとすごくうまくなる。それをこう続けてるとゴロ取るのもうまくなる。ゴロ取ってから投げるのもうまくなる。野球ってつながってんだよ。キャッチボールからボールを取る、ゴロを取る、フライを取る、そこから投げる。それ全部つながってるから意識してほしい。はい、以上でした。はい、勝負でした。